はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私最近2泊3日のキャンプにハマってるんですけど、そうなってくると足りなくなってくるものがあります。そう、冷蔵庫の容量ですね。やっぱり3日分の食料と飲み物を全部持っていこうとすると結構な量になっちゃうんですね。で、なんかいいのないかなと思って探していた矢先、バッテリーで単独駆動できて、しかもそのままソーラー充電もできて、大容量の2ドア冷蔵庫あるんだけど使ってみないっていう連絡をいただきましたので、いろいろ使ってみたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、何がどれだけ入るのかとか、バッテリーで何時間使えるのかとか、騒音や消費電力とかいろいろ測定してみたいと思います。で、今回実験してみる製品や実験に使った機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。しかし最近の冷蔵庫かなり進化してますね。で、今回使ってみる冷蔵庫がこれ、イーノ社製車載冷蔵庫 TAW45 ですね。スペックはと言いますと、はい、内容量が45リットルで、定格出力が 60W、ソーラー入力が 12V から 50V の間、騒音が 45dB 以下、設定温度はマイナス20度から20度で、寸法が 711×460×506mm で、重量が 19.19kg っていう風になってます。気になるのはソーラー充電回路積んでるっていうとこと、騒音が 45dB 以下って超静かっていうとこですかね。これも後で実験してみたいと思います。はい、では中身全部出してみましょう。はい、中身出すとこんな感じですね。まず入っていたのがこれ、 AC アダプターです。で、これポータブル冷蔵庫ですけども、付属の AC アダプターを使えば家庭用の AC100V でも使用可能です。で、次に入っていたのが車用シガーソケット。ポータブルではこれをメインで使うことになりますかね。そして最後に入っていたのが取扱説明書で、もちろん中身日本語で書かれているので迷うことなく使えるかと思います。では早速本体の方を見ていきましょう。まず正面は右下の方に通風口があって、横にハンドルのバーがついてます。で、側面の方は、はい、持ち運ぶためのハンドルがあって、その上に液晶パネルと操作ボタンがあります。で、反対側の面は、はい、こちらもですね、左下の方に通風口がついてるだけですね。そして背面は、はい、これ真ん中にですね、持つためのハンドルがついてます。で、下の方に何かあたかも取れそうなカバーがあるんですけども、はい、これ後で試してみたいと思います。一番下はケーブル類を刺す穴がありますね。それから上の方になんか銀色のへこみがあるんですけども、うん、これ栓抜きって書いてますね。最近栓抜き不要なもの増えてきたんですけども、キャンプやバーベキューでおしゃれなやつ飲もうとするとたまに栓抜き必須だったりするんですよね。で、上面に行くと、はい、蓋がですね、2つついてます。で、ロックがついてるので、ちょっと引っ張りながらですね、上に上げるとこんな風に開けることをできます。で、中見ると2ドアなので完全に2つに分かれていて、大きい方と小さい方になってます。で、中にワイヤーラックついてるんですけど、買い物するときにお店に持っていくと便利です。というのも、どれだけ冷蔵庫の中に入るか分からずに買いすぎちゃって入れなかったり悲惨なことになるので、このワイヤーラックに入れながら買い物すると 100% 入るっていうことがその場で分かりますね。で、大きい方の底面にはキャップがついていて、これ取り外すと中の水を抜くことができます。意外に結露したり肉汁こぼれたりするので、下から水抜くことできると掃除しやすくていいですね。で、大きい方の蓋の裏になぜかまな板がついてます。うん、急に何か切りたくなってもこれがあれば大丈夫です。ちなみにこれ、蓋の開く方向変えることができます。意外に冷蔵庫って置く場所限られるので、開く方向逆だとキーってなるんですよね。で、取り外し方はちょっと内側に倒して引っ張るだけで、取り付けるときもちょっと斜めにして押し込むだけですね。
はい、これでも反対側から開ける仕様に変わりました。でもちろんでっかい方もですね、同じ手順で変えることができます。でこいつ本体の重さが20キロ近くあって、そこそこ重いんですけども、持つところがかなりしっかりしてるので意外に持ちやすいです。とはいえ中に物入れちゃうともっと重くなるので、そういう時はですね、こっちのハンドルをレバーを引きながら引っ張ると、はい、こんな風に持ち手を伸ばすことができて、そのままキャリーバッグのように動かすことができます。やっぱりある程度の重さになると車輪がついてると非常にいいですね。でこういうちょうどいい高さの平べったいものがあるとついつい座りたくなっちゃうんですけど、これ座って大丈夫です。っていうかむしろ耐荷重100キロって書いてるんで、座るだけじゃなくてこんな風に上に乗っかっても、あ、全然大丈夫ですね。うん、完璧に上に乗って屈伸運動してもびくともしないので、ちょっと手が届かない時にっていう時にも使えるかもですね。でもちろん本来の使い方じゃないので推奨はしないです。次は操作方法ですね。でこれタッチパネルになってるんですけど、右のボタンを押すと電源オン、左側の数字が大きい方の室温で、右側の数字が小さい方の室温ですね。でこのプラスマイナスボタンで温度を設定することができます。で小さい方の温度設定するときは、左側が点滅しているときに設定ボタンを押すと、はい、こんな風に右側点滅に切り替わりましたね。この状態でさっきと同じようにプラスマイナスで温度設定します。で通常状態で設定ボタンを押すとエコモードとマックスモードを切り替えれます。それから設定ボタンを長押しすると、入力電圧が何ボルト以下になったら本体の電源切りますよっていう電圧を設定することができます。これで繋いでるバッテリーを保護することもできますね。ちなみにプラスと設定ボタンを長押しすると、大きい方だけオフにすることができて、逆にマイナスと設定を長押しすると、ちっちゃい方をオフにすることができます。でこれ個別に温度設定できますので、冷蔵庫、冷凍庫、好きな方に割り当てることもできます。やっぱり冷凍と冷蔵をちゃんと分けれるっていうのはいいですね。はい、じゃあ次はですね、どんなものがどれだけ入るのか、とりあえずいろいろ詰め込んでみたいと思います。さっき買い物に行ったんですけども、まずはアイスとか冷食とかの冷凍関係の食品ですね。それから 500ml や 1.5 リットルや2リットルのいろんなペットボトル、これらをですね、とりあえず入るだけ片っ端から入れていってみたいと思います。まずは小さい方の冷凍設定した方に入れていきます。はい、まだ上の方ちょっと隙間残ってるんですけど、もう入れるものなくなっちゃいましたね。というわけで買ってきた冷食とアイス全部入っちゃいましたね。じゃあ次は大きい方、冷蔵設定してる方ですね。じゃあまずは大きいペットボトルから入れていくんですけども、はい、これ高さがですね結構あるので、余裕で2リットルペットボトル立てて入ります。じゃあこのまま入れてってみますかね。はい、500が2本余っちゃいましたけども、きっちり入れると結構入りましたね。というわけで大きい方には2リッターのペットボトルが3本、 1.5 リッターのペットボトルが3本で、500ミリリットルのペットボトルが12本で、入らなかった2本は冷凍の方に入ったので、とりあえず今回買ってきたもの全部きっちり入りましたね。やっぱり2リットルのペットボトルを縦に入れれるっていうのは非常に便利ですね。ちなみに500のペットボトルであれば小さい方に立てて入ります。冷凍食品使わない場合は両方冷蔵に切り替えて入れとくのもいいかもですね。というわけでなんとなく14本ぐらい入りましたね。
ちなみに大きい方だとペットボトル横4列、縦5列近く入りそうですので、1段で約20本。で、上の段もですね、ちょっと逆さまにしたりして少しずらして入れると入れることできますので、全部で30から40本の間ぐらいは入りそうですね。これだけ入れば大人数でバーベキューとかやるときにも大丈夫そうですね。はい、次はですね、バッテリーを搭載して単独駆動をやってみたいと思います。で、先ほどから気になってた謎の黒いカバーですね、ついにこの封印を解く時が来ましたと。はい、こんな風に簡単に外すことできます。完璧なる専用スペースが空いてる感じですね。で、ここに搭載するのがこれ、別売りで売ってる専用バッテリーです。これの中身を出して、そのままじゃ入らないので、真ん中のロックをつまみながら入れると、はい、完璧に収まりましたね。さすが専用バッテリーっていうだけあって、何の違和感もなく収まります。で、取り外すときはつけるときと同じでロックをつまみながら引っ張ると、はい、こんな感じで簡単に取り外すことができます。あ、ちなみにバッテリーなんですけども、横見るとケーブルを挿すところがあるんですけども、ここに12から 12.6V で 2A から 3A 程度の AC アダプターを差し込むと、そのまま単独で充電できるみたいです。じゃあ次はですね、動いてるときどのくらいの音が出てるのか騒音測定してみたいと思います。で、使うのはこれ、デジタル騒音計ですね。では稼働状態で距離1メートルのところにマイクをセットして測定してみると、はい、約42デシベル。スペックには45デシベル以下って書いてるんですけど、全然そこまでいってないですね。っていうか、めちゃくちゃ静かです。ちなみに冷蔵庫稼働させてない時の部屋の暗騒音は約39デシベルって感じですね。じゃあ次はですね、実際にどのくらいの電力使ってるのか消費電力測ってみたいと思います。じゃあまずは DC12V 駆動の方からですね、シガーソケットにケーブルをつないで電源をオンにすると、はい、この時の消費電力はと言いますと、はい、うろちょろしてますけど、だいたい 50W から 60W の間くらいですかね。じゃあ次は AC アダプター 100V から電気を取った時の消費電力はと言いますと、はい、約 56W。 DC12V でも AC100V でもそんなに消費電力変わらないイメージですね。ちなみに冷蔵庫内が冷えて設定温度になると、ここ 0W になります。はい、じゃあ次はですね、バッテリー充電するのどのくらい時間かかるのか測定してみたいと思います。では空っぽになったバッテリーをセットして、電力量計を間に挟んで充電開始します。で、充電使ってる電力はと言いますと、だいたい 27W って感じですかね。それでは時間を置いて見ていきましょう。はい、充電完了しましたかね。だいたい夜の9時に開始して朝の4時頃に充電終わったので、約7時間で満充電できたって感じですね。ちなみに充電に使った電力量は 0.2kW 時でした。はい、じゃあ次はですね、バッテリーだけで何時間動かせるのかやってみたいと思います。では実際に使うときと同じくらいの温度で、冷蔵側は5度、冷凍側はマイナス10度にセットして開始します。それではこのまま時間を置いて見ていきましょう。ちょっと定点カメラが途中で消えちゃってましたけども、今だいたい8時で、7時までは動いてること確実に目で見てたので、朝10時から夕方7時までということで、だいたい9時間連続で稼働できましたね。
まあ、温度や使用状況によって変わるかと思いますけども、この状況だと朝から晩ぐらいまで使える時間って感じですね。じゃあ次はですね、冷却性能を測定してみたいと思います。で、使うのはこれ、熱伝追式の温度計ですね。はい、この線の先っちょで測定するんですけども、レスポンスがめちゃくちゃ良くって、4箇所同時に測ることができます。じゃあこれをですね、本体に取り付けていきます。はい、取り付け終わるとこんな感じで、1番が冷凍側の内壁で、2番が冷凍側の下の方の空気の温度で、3番は冷蔵側の内壁、そして4番は冷蔵側の下の方の空気温ですね。じゃあ今温度どうなってるのかと言いますと、はい、まだ電源入れたばっかりなのでほとんど全部同じ温度ですね。では冷蔵側を5度で、冷凍側をマイナス20度にセットして温度の変化見ていきたいと思います。はい、大体40分ぐらい経ったんですけども、だいぶ設定温度に近くなって電源がオンになったりオフになったりしてますね。じゃあもう少し様子見てみますかね。はい、だいぶ時間が経過して、本体の温度だと冷蔵庫が7度、冷凍庫がマイナス19度ってなってますけども、温度計の方を見てみますと、はい、冷凍庫の内壁の温度がマイナス 13.6 度、冷凍庫の底の方の空気の温度がマイナス 11.1 度で、冷蔵側の内壁が 7.8 度で、冷蔵側の下の方の気温が 10.3 度っていう風になってますね。あれ、本体の設定温度と表示違うじゃんって思った方いらっしゃるかと思うんですけども、おそらくこれ結構冷蔵庫でかいんでですね、本体が温度を感知している場所と私が温度計を仕掛けた場所で温度の差が出てるかと思われます。で、今電源入れてからだいたい4時間が経過したんですけども、それまでに消費した電力量は 0.14kW 時、イコール 140W 時使用したって感じですね。で、最初は温度一気に下げるのに結構電力使うと思うんですけど、安定すればですね、もうちょっと電力量減るかと思います。あ、ちなみにこれ今気づいたんですけど、蓋開けたら内側にライトついてますね。夜のキャンプで冷蔵庫まさぐるとき苦労するんですけど、こうやって光ついてあると便利ですね。はい、じゃあ次はですね、ソーラー充電実験やってみたいと思います。ただ空見渡す限り全部雲なんですよね。一応晴れマークがある日を狙ってやってるんですけども、やっぱり梅雨時期はちょっと厳しいですね。ではセッティングしていきます。はい、これでソーラーパネルの設置完了ですかね。あとはソーラーパネルから出ている配線を直接ここに接続すれば、はい、緑ランプが点灯して充電が開始されましたね。で、太陽は完全に雲に隠れててほとんど日当ててないんですけども、なんとなく充電できてますね。ちなみに今のバッテリーの電圧はと言いますと、ちょっと見えにくいですけど、はい、 9.3V ってなってますね。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。
やばい、果てしなく雨が降りそうだ。ちょっと実験ここら辺で中断したいと思います。ではこの全く日が照らなかった状況でどのくらい充電できたかと言いますと、はい、一応ですね、かろうじて充電マーク1個点灯してますね。でバッテリーの電圧はと言いますと、はい、 10.7V。 うん、電圧的にもちゃんと充電できてるみたいですね。でこいつ消費電力はもともと 60W 程度なので、ちゃんと日が照ってれば運転電力を賄いつつ充電することも可能そうですね。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、さすが大容量、めちゃくちゃ中身入りますね。しかも専用バッテリー装着できて、ソーラーパネルから直接給電しながら使えるっていうのもポイント高いですね。あと個別に温度設定ができる2部屋2ドアっていうのも食材を分けて入れれるのでいいですね。個人的には真ん中の仕切りを取れるようにしてもらえると、丸々冷蔵庫として使う時とかにもっといっぱい物が入りそうだなって思いました。というわけで冷凍冷蔵を分けることができる大容量で、ソーラーパネル持ってて充電しながら使いたいっていう人にはぴったりかもしれないですね。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。